どうも、菊之進です。求人詐欺を見破ることは専門家でも難しいと言われています。2016年に朝日新聞が某有名な就活サイトで検索したところ、固定残業があるとしている約190社のうち、3分の2の会社で固定残業代の詳細明示がないことが明らかにされています。簡単に言うと、3分の2の会社が月給の中にこっそりと残業代を忍ばせて、あたかも高賃金であるかのように見せかけていたということになります。この図を見るとよくわかります。月給25万円の A 社と基本給10万円の B 社があったら、何も知らない求職者は A 社の方が給料が高いと勘違いして応募しますよね。でも実際に蓋を開けてみると、 A 社は基本給15万円で固定残業代が10万円だったりするんです。これでは基本給18万円で残業代を別途支給してくれる B 社の方がよっぽど良かったということになります。求人を出す企業は本来 B 社のように基本給と残業代を分けて書く必要があるんですが、ほとんどの会社がそれを守っていなかったということが判明したんですね。では2020年現在どうなったのかというと、前回の動画でもご紹介した職業安定法が改正されたおかげで2016年度よりもマシにはなっていますが、やはり依然として求職者に分かりづらい、誤解させるような表記が散見されます。求人詐欺を回避するために自分の身は自分で守らないといけない状態が続いているんです。そこで今回は、求人詐欺の可能性がある怪しい求人票の特徴とそれを見抜く方法をご紹介します。1番目、職業安定法に基づいて求人票が記載されていない会社は怪しい。こちらは厚労省が企業向けに最低限明示しなければならない労働条件として周知徹底しているものです。この様式に基づいて書かれていない求人は基本疑った方がいいです。特に時間外労働や賃金の欄はごまかされやすいので、しっかり確認しましょう。例えば賃金の項目を見てください。時間外労働の有無に関わらず一定の手当を支給する制度を採用する会社は以下の記載が必要なんです。1番目、手当を除いた基本給。2番目、具体的な手当の名称。マル時間分の時間外手当として三角円を支給。3番目、マル時間を超える時間外労働についての割増賃金は追加で支給。この3つがちゃんと書かれていない求人が未だに多いので気をつけてみてみてください。分かりづらい表記をしている会社は不親切ですし、見る側が勘違いすることを狙ってあえてややこしくしている可能性もあります。月給が高い場合は残業や休日出勤などの手当を含んだ額になっている場合があります。さらに残業や休日出勤が労働基準法で認められる限界値に設定されているケースもあります。あらかじめその業界の年収の相場を調べておいた方が良さそうですね。2番目です。月給の振れ幅が大きい会社も怪しいです。例えば月給15万円から30万円とあったら、30万円は求職者を引きつけるために見栄えよく設定している可能性が高いです。先ほど大手求人サイトから拾ってきた実例をいくつかお見せします。ケース1、月給22万から70万。ケース2、月給30万から50万。ケース3、月給23万から30万。このように書かれていた場合、基本は最低額だと思った方がいいです。本来このように幅を持たせて書く方法は許されていません。給与の幅に関して適切な範囲は2万円までと言われています。続いて3番目、常に求人が出ていないか。人材を使い捨てるような会社の場合、人が入っては辞め、入っては辞めを繰り返すので、常に求人が出ている可能性があります。4番目、キャッチコピーが曖昧でないか。ブラック企業では、実際の業務内容を隠すために聞こえのいい言葉でごまかす傾向があります。前向きな言葉を使って全面的に PR し、具体的な業務内容や待遇がはっきりしない会社は気をつけた方がいいです。次の通りです。夢を実現、夢や希望、感動といった曖昧な言葉だけが一人歩きして、他にアピールポイントのない会社は疑ってください。若手が活躍、若手の入れ替わりが激しく、若い人を使い回している可能性があります。頑張った分評価、努力が報われる。厳しい成果主義です。極限までの利益追求をさせられるかもしれません。やりがい、やりがいを強く意識させることにより、本来支払うべき賃金の支払いを免れようとする可能性があります。お客様からのありがとう、お客様は神様だからどんな要求でも受け入れましょうと、過度なサービスを求められるかもしれません。従業員を犠牲にして顧客第一を貫く方針です。幹部候補生募集、管理職扱いにさせて低賃金、長時間労働で使い倒されるかもしれません。残業しても残業代はつかず、定時で終われないのはお前の管理が悪いからだと言われる可能性があります。残業少なめです。休みが取りやすい。
これは曖昧すぎます。残業は月平均20時間以内ですとか、有給消化率 80% などと書かれていない限り信用してはいけません。アットホームな職場です。明るく楽しい職場です。仲間意識が強く飲み会や社内イベントが多いかもしれません。また、みんなが仲がいいということは、裏を返せば嫌われたら終わりなんです。やる気、情熱。社長が精神論を振りかざす会社かもしれません。仕事量の多さやノルマなどの理不尽な会社の体制を精神論で説得される可能性があります。学歴、職歴、資格不問。誰でも大丈夫ということは、人が辞めやすい職場環境のため、求職者のえりすぐりをしている余裕がない会社とも見て取れます。労働裁量制。事業場外、みなし労働時間制。本来適用できない職種に違法適用されるケースが多いため、定額働かせ放題などと言われたりします。みなし労働時間以上に働かされて、その分の残業代を払わないという手口です。笑顔が絶えない職場です。自社の商品や強みのアピールがなく、強引に楽しい職場というイメージを植え付けている可能性があります。コンサル業、コールセンター業務。お客さんを探してサービスを紹介する飛び込み営業だったり、多くのノルマが課せられた電話営業だったりします。他にも、コーポレートプロフェッショナルアドバイザー、トータルコーディネーターなどと、よくわからないけど聞こえがいい横文字は要注意です。誰もやりたがらない大変な仕事が待ち受けている可能性が高いです。以上です。抽象的な表現ばかりで具体的なイメージができないキャッチコピーには耳を貸してはいけません。最後5番目です。企業の口コミサイトを閲覧して求人票の内容が本当に正しいかどうかを見破りましょう。今まで怪しい求人票の特徴をいろいろと話してきましたが、何よりもこの口コミサイトを活用するのが一番重要です。疑わしいなではなく、この会社は黒だと客観性を持って当たりをつけることができます。企業の口コミサイトとは何か、簡単に言ってしまえば食べログの企業版のことですね。その会社で勤めた経験のある社員が会社の内情についてまとめてくれている情報サイトのことです。これを使えば求人票に書いている内容が本当に正しいかどうか大方わかります。僕が実際に使ってみておすすめできる口コミサイトはキャリコネです。概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある人は見てみてください。キャリコネを利用すると次のことがわかります。気になる会社の給与の実態について、職種別に基本給がいくらで、時間外手当がいくらで、資格手当や住宅手当、通勤手当などもわかります。賞与が年何回あってどれぐらいもらえるのか、次の残業時間やサービス残業の有無、休日出勤の有無もわかります。雇用形態の嘘本当から正社員登用制度の実態まで確認できます。それから社員の有給休暇の取得率、1級3級の取りやすさ、職場の雰囲気、体育会系かどうか、パワハラやセクハラなどはあるか、全体的に見てホワイト企業かブラック企業かもわかります。その会社で働いた経験のある社員のリアルな声を聞くことができ、いい部分だけではなく悪い部分もしっかりと情報収集できるでしょう。僕自身、自分の勤めていた会社の口コミを100件以上全て読みましたが、書いてあることは 90% 以上正しいことばかりでした。残りの 10% 未満は会社に対する恨みが強く出てしまって、悪いところが誇張されているように感じましたが、いずれにしてもそれを含めてその会社の評判だと僕は思います。はい、最後まとめです。求人詐欺の疑いのある怪しい求人票の特徴は、1番目、職業安定法に基づいて記載されていない求人票。2番目、月給の振れ幅が大きい求人票。3番目、年がら年中いつも出ている求人票。4番目、曖昧なキャッチコピーが目立つ求人票でした。これらは要注意です。求人票を見て少しでも怪しいなとか、書いてあることが分かりづらいなとか、大切なことが載ってないぞと思ったら、企業の口コミサイトを活用しましょう。これでその求人票に記載された会社の実態がよく見えてきます。次回の動画では、実際に大手求人サイトを利用してランダムに求人票を選び、求人票に書かれていることが本当かどうか、その実態を口コミサイトを利用して確かめてみようと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。それではまた、さようなら。